俗日本百名城ナンバー200、沖縄県うるま市にあるカツレングスク。カツレングスクは沖縄本島の中央、カツレン半島の丘陵に築かれたグスク。カツレングスクは古代より生活の場として利用され、13世紀頃からお城として整備されていったと考えられている。そして1400年代の前半、9代目城主望月味が酒に溺れて圧政を敷いたため、領民に支持された雨割りによって倒された。雨割りの時代にカツレングスクは全盛期を迎え、中国大陸や東南アジア、日本本土との貿易で栄え、その繁栄ぶりは京都や鎌倉に例えられている。雨割りは首里城の王家と婚姻関係を結んでいたけど、力をつけてきたため王家に警戒され、カツレングスクの監視役として御様るが中城城に入っていた。その後雨割りは謀略によって御様るを排除するけど、自らの謀反も発覚してしまい、首里の国王軍に敗れている。この後カツレングスクは廃城になるけど、グタキと呼ばれる聖域として地元の信仰の対象として続いていく。現在の城跡は国の指定史跡で、琉球王国のグスク及び関連遺産群として世界遺産にも登録されている。また石垣や井戸、建物跡などが残り、中城湾を一望することができる。